オットー・グラー・フラムスドルフ、オットー・フリードリ・ヒビル・ヘルム、フライ・ヘア・フォン・デア・ベンゲ・グラー・フラムスドルフは、ドイツの政治家、自由民主党所属。1977年から1982年まで、ヘルムート・シュミット内閣で、ついで2週間の間を置いて1982年から1984年まで、ヘルムート・コール内閣で、経済大臣を務めた。 1988年から1993年まで第10代 FDP 投手を務める。ノルトベストファーレンシューアー編出身。ベルリンやブランデンブルクアンデアハーフェルの騎士アカデミーで学ぶが第二次世界大戦中の1944年に徴兵され士官候補生となる。翌年、1945年の4月21日に機銃奏者によって 重症をい左足を失った。1946年に、ウンナで、アビトゥアに合格。ボン大学やケルン大学で、法学、政治学を学び。1955年に、国家司法試験に合格。この間、1952年に、法学博士号を取得。1955年から1971年まで、銀行に勤務。 1960年に弁護士免許を取得。1971年から1977年まで保険会社の経営委員を務める。1988年から消防車、製造会社であるアイベイコマジリス社の監査役を務める。1951年に自由民主党に入党。1968年に財務担当として、党のノルトベストファーレン州代表幹事となる。 1972年、ドイツ連邦議会議員に初当選。同年、党の連邦執行部入り、議会会派では、経済政策スポークスマンを務める。1977年、ヘルムート・シュミット内閣に、経済省として初入閣。しかし1980年の連邦議会選挙後、シュミット首相のドイツ社会民主党による、社会民主主義政策と、 ラムスドルフを代表とする FDP の経済政策の主張は衝突するようになり、1982年9月に他の FDP 閣僚と共に辞任した。その結果10月にシュミット内閣は大臣に追い込まれ、ドイツキリスト共民主同盟と FDP の連立によるヘルムート・コール内閣が成立。ラムスドルフはコール内閣に経済省として復帰した。 翌年不正献金疑惑であるフリック事件が発覚1984年1月27日に大臣職を隕石辞任した。ラムスドルフは連邦議会により不逮捕特権を停止され1年半にわたる審議の結果1987年に脱税の罪で罰金18万ドイツマルクを課された。なお献金をしたフレデリック・カール・フリックは大財閥。 フリック党首であり、2006年度世界長者番付で62位となった。ラムスドルフ党首ら FDP 執行部、ラムスドルフの主張する市場経済政策に対する党内の支持は強く、1988年に FDP 党首に選出され1993年まで務めた。この間ドイツ再統一に伴い FDP は、旧東ドイツの自由民主党を、 九州合併し、ハンス・ディートリヒゲンシャー外相の人気も手伝って、連邦議会選挙で FDP 党首退任後の1993年から FDP 名誉党首。その他党関連の役職として、1991年1994年に自由主義インターナショナル総裁、1995年2006年にフリードリヒナウマン財団総裁を務めた。 1998年を最後に連邦議会から離れ、政界を引退した。政界引退後は、ミハイル・ホドルコフスキーのメナテップグループ相談役を務めたほか、1999年からは首相特任でナチスドイツによる強制労働の被害者に対する保障交渉に当たった。ボンで死去した。ラムスドルフは二度結婚して、戦災との間に惨事を設けた。 欧州議会議員のアレクサンダー・グラー・フラムスドルフは、おいにあたる。1992年から2001年まで日米欧三極委員会の欧州議長、ドイツ株式保有保護協会名誉会長、2006年から日本美術協会の受賞国際選考委員を務めている。ありがとうございます。